質問ありがた挙手の方、マイクの方、こちらのマイクをお持ちします。まずご質問のあるメディアの方、挙手をお願いできればと思います。マイクの方をこれから、お持ちいたします。囲み取材、ご質問あるメディアの方いらっしゃいませんでしょうか。ご質問ありがた挙手の方、マイクの方、こちらのマイクをお持ちします。はい、お待ちください。すみません、こちらから質問させていただきます。 TJ コウさんもいらっしゃってましたが、 TJ コウさんの作品はいかがでしたか。それがとても素敵だったんですよ。 DJ コウさんの作品、はい、とっても素敵で、なんかそれこそ審査の中に作品として名前も上がっていたんですけど、なんかその多分我々4人にその勇気がなかったっていうところもあるのかもしれないです。DJ コウさん、 DJ コウさんって僕も映画でも共演してる方なので、なんかいや本当どぎも抜かれました。もっとこうパーティーピーポーな作品が上がってくるかと思ったら、本当になんだろう、すごくこう綺麗な涙のカットがあって、そこをこう4人でも大絶賛っていう感じで、本当にこう素敵な作品を撮られてたので、なんか本当シンプルに映画監督やればいいのになってなんか純粋に思いました。縦ということで、あの目につきやすい場所も変わると思いますし、そうなってくると意識する場所も違うと思うので、縦ということで、私自身今回はあの画面とかもちゃんとあの拝見しながら、脚本から監督とちゃんとお話しして丁寧に作っていきたいなと思ってますし、せっかくあの出演されていただくなら、たくさんの方に楽しんでいただける作品に作れたらなと思っているので、もうなんだろうな、新しいことに挑戦するのが難しいと思うんですけど、そうですね、本当できる限りのことをして一緒に作品作りしていきたいなと思ってます。縦だからこそ撮られたいっていうようなカットとかポーズとかあります？そうですね、今回たくさんの作品、あのファイナリストの方の拝見して、いろんなこう縦の、良いところを生かした作品拝見したんですけど、そうですね、人が映る縦画面ですと、やっぱ引きとかもうとても印象的だったので、何気ないワンカットも縦の良さを生かしたカットとかがあると楽しいなって思って、なんかそういうのも全部私はあの撮る側ではないのであまり詳しくないんですけど、監督の発想を間近で拝見できるのを楽しみにしてます。川上様、北村様、ありがとうございました。ではご講談いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。